武俊誠12月2日隊は、日本の国土交通官僚。国土交通事務次官、内閣官房副長官、中央ストリア特命全県大使県中古祖母大使県中マケドニア大使を経て、区内庁御用係を呼び、一般財団法人建設経済研究所理事長。豊田治は、祖母の2位。鳥取県東白郡北栄町出身。 東京教育大学附属駒場高等学校卒業。1972年3月、東京大学法学部卒業、4月建設省採用。1977年6月オックスフォード、大学経済学習士。1993年7月建設省建設経済局建設業課長。 1996年7月住宅都市整備公団企画調整部長。1998年6月建設省大臣官房会計課長。1999年7月同大臣官房文書課長。2001年1月国土交通省大臣官房審議官。2002年8月同大臣官房審議官。2003年7月同都市。 地域整備局長。2005年8月度総合政策局長。2006年7月度大臣官房長。2007年7月国土交通審議官。2009年 OECD 地域開発政策委員会閣僚級会合日本政府代表。2010年 OECD 市長及び閣僚による都市会議日本政府代表。 2010年8月国土交通事務次官。2011年9月2日、野田内閣発足に際し、多喜野君也の公認の内閣官房副長官に起用された。現職事務次官が官房副長官に起用されるのは異例である。2012年12月26日、官房副長官を退任。2013年3月三井。 住友会場火災保険株式会社顧問4月東京大学公共政策大学院客員教授7月に政府から中央ストリア特命全権大使に任命され9月に着任9月には中コソボ特命全権大使も兼務10月中マケドニア特命全権大使も兼務2016年8月退任2016年10月 区内庁御用係及び一般財団法人建設経済研究処理事長に就任。オーストリア共和国功労勲章銀大受章を受賞2020年4月、朝日大受章受賞ありがとうございます。